ご苦労様です。大変ですね。ご苦労様です。なるほど。これは容易じゃないな。この人も実際しました。谷垣です。もう心からお見舞い申し上げます。はい、そっちなんですけど。ああ、そうですか。いや大変ですね。これ拝見しただけでもあと、ね、どこまで来たかね。どこまで来たかね。ご苦労様です。どうぞ我々も頑張りますので、ぜひ頑張っていただきまして。ご苦労様です。谷垣さん本当に今日はありがとうございます。どうもありがとうございます。ちょっと状況を説明させていただいてよろしいでしょうか。はい、はい、どうぞお願いいたします。ここが役場でね、ここから東にちょうど1キロが太平洋、はい、これが新地町の海岸で、ここ宮城県との県境から、新地町の分はこの共同火力発電所のところまで約 6.5 キロで、奥の家老さんって山の方までが7キロ、町は46平方キロメートルの町なんです。人口は8400人ほどです、で今回の11日の地震津波によってこの一帯すべて、これは前の写真ですね。これが前の写真、そしてここにありますのがその後の被災の後の写真です。なるほど。もうこの辺の集落も全部あれですね、すべてもう流されてしまいました。でこの青い線がここまで津波が全部入ってくる。なるほど、なるほど、そうですか。昨日現在75名の町内の死者、そして現在まだ65名の方が見つからない。で総裁ね、我々も、地震と津波これだけならね、町民みんなでまた復興していこう、その力は出るんですが、今一番見えない不安、原発のね、これと戦っている、それが一番大きな不安です、私も毎朝ね、防災行政無線で町民全体に向けて通知はこうですよ、で安心して大丈夫ですよということでね、メッセージを出しておりますし、また今回の被災に対しての本当にありがたいことに、全国からいろんな新地町頑張れっていうね、メッセージをいただいて、本当に胸が熱くなるという状況ですけどね、本当にありがたく思っております。そういう激励のね、手紙なんかも朝紹介しながら、みんなでまた今日も元気でお互い頑張っていこうねっていう、そういうことでね、激励をしているという状況です。大変な被害をお受けになって、もう日夜頑張っておられる、その中でお迎えをいただきまして、心から御礼を申し上げる次第でございます。今町長お話になりますように、まず福島県一番はやはり原発を安定させなきゃいけないということだろうと思います。昨日山形へ参りました時も、随分福島からも避難されている方がいらっしゃいましたけれども、ああいう方々のお気持ちを伺っても、原発が安定しないとこれからどうしていっていいのか、先の展望が開けないというお訴えを随分伺いまして、まずそれに全力を傾けなければならないと改めて思った次第でございます。それから今も町長からお話をいただきましたように、こういう津波の被害、おそらくこのご当地でもですね、一体この後どういうふうにしていくのかというのは相当いろいろ議論もされて、町の復興のプランというのを多分お作りになることになるんだろうと思いますが、それに向けて相当国の方もどういうバックアップができるのかというのは相当詰めて考えなければいけないなと思っております。あといろんなことがございますが、私どももこの災害の復興ということに関しては与党も野党もないとこのように思っておりますので、我々もいろいろ伺いました話で、これは何としても国がやらなきゃならないと考えることは全力でやらせていただくつもりでおります。今日は自民党の同志と
ご一緒に参りましたが、どうぞこのお地元でご覧になって、もう少し国はこれやるべきじゃないかということがございましたら、遠慮なくおっしゃっていただきたいと思っております。もう日夜大変ご苦労されていることに心からお見舞いも申し上げ、敬意も表したいと思っております。どうぞよろしくお願い申し上げます。ありがとうございます。よろしくお願いします。お疲れでしょう。まあ、21日から来ておりますので、約1週間。あ、はい、そうですか。本当にご苦労様でございます。この辺はだいたい市街地という感じだったわけですか。そうです。ここはやっぱり中心部ですので、はい、まあ、火力発電所も1階の機械の部分が全部流されたという状況。あそこにある走ってる常磐線、はい、あそこで7メートル、これを超える津波は来ないという想定のもとで、県の防災計画も町の防災計画も立っておりましたので、さまざまな地域でもね、防災訓練等もやっておったんですが、まさに本当に常磐線のところで7メートルの津波ということなんですか。高さはね、高線の高線の、あーはーはーはー、で7メートルの津波が来ても常磐線で抑えられる、そのような防災計画だったんですけど、なるほど、簡単にそういうことだ。ちょうど海岸沿いにね、住宅が密集しておりましたので、今防波堤がない状態でね、仮に公園を復興していきたい、あるいは自分のところ住み慣れたところに戻りたいって言っても、もう高潮が来るとね、どんどん入ってくる。今の状況ではね、そういう状況ではもう自分の土地に戻って家を建てるっていうことができませんのでね、この防波堤をどうするかとか、全体の計画と一緒でないと、ね、この復興をどういう計画でやるのかっていうのもなかなか絵が描けないですね。はい、本当にね、これを見るとね、やっぱり浜に住んでた人たちは怖くても住めないっていうのが多いと思うんですよ。はい、そうなると町の土地利用計画もね、新たに見直しなきゃいけないな、まあ、そういう時にね、やっぱりこういう緊急の時の長方期的なね、いろんな取り組み、そういうものも国の方にも相談に乗っていただかないと ね、なかなか復興は大変だなと。